松平康市民、松平康市民大正十年三月三日は、明治時代から、大正時代の家族。津山藩主、松平清民の四男として、江戸に生まれる。陽明名丸、あざ、小めぐみ、豪、乱刑。正室は八尾子、形室は沢子。死女は、松平康義、松平康志春、高子、照子、渡辺明、鶴子、三代子、 松平志郎、松平綾友。明治3年1月26日、ジップ生民とともに、清水徳川家の相続候補者として上がっていたものの、辞退する。明治11年、兄の松平安志林が没した後に家督を、相続した。明治17年、死者に助釈される。明治22年から明治27年にかけて、勝海舟などを通じ、 政府に対し白爵となることを働きかけるものの、失敗に終わった。明治23年より貴族院議員となり、君三党随法省、極日中受賞を受ける。日清、日露両戦争での功績により正三位、君三党、十二位に上された。長男の安義に先立たれていたため、次男の幸春が家督を継いだ。母書は、谷中墓地。ありがとうございます。